浦光選手にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。予選3日間を終えました、はい。序盤戦ちょっとね、苦労された節が見えたんですけども、はいはい、じわじわと上げてきたかなという印象もありましたが、はい、そうですね、足的にはだいぶ落ち着いてきたし、はい、自分の求めているところはある程度来たんですけども、はい、まあ、地元ということでもう一伸び、伸びの部分でもうちょっと欲しいなというのは正直あります。はい、ここ1年、秋の、まあ、グレード抽選で、はい、実践足ってそのレース足っていうんですかね、はい、伸びじゃない方を意識してやってきてこういい結果が出てた中で、はい、この前の平和島のダービーで、はい、やはりいろいろ考えるものがあったのかなっていう部分ですね。うん、そうですね、おっしゃる通りで、やっぱり、まあ、やっぱり乗り心地を良くしていくとね、伸びがなくなったりとか、なかなかこうこれを取るとこれがダメみたいなのが、最近の傾向なんですけど、まあ、その分伸びを犠牲にしてでもね、やっぱりその辺のレース足だとか、そういうのを大事にしてきて、もう本当、うん、ダービーの優勝戦で伸びの必要さを感じましたし、まあ、ウリュウさんとかね、多分この乗り心地の伸びがあるんだろうなと思いながら、上には上がいるんで、そういった意味では今節特に地元戸田の隅は伸びが必要なんで、はい、まあ、明日1日ちょっと伸びにもうちょっと意識してやってみようかなと思いますけど。現状のそのエンジン相場っていうんですかね、今節の中でいうと、はい、どのぐらいの位置に。そうですね、中堅上位は、だいぶ 31% ですか、はい、の数字よりから引き上げてきたのかなと、その辺の感じはありますけど、はい。4日目最終日になりますけれども、そうですね、はい、それに向かっていくには、じゃあ足の時にはまずまずの線までは押し上げて、はい、しっかり、なんとか伸びを生かした一投で上がれるようなね、はい、レースで、順位に乗りたいなと思ってますけど、はい、ね、ここまで5投で28点、はい、勝負がけになります。そうですね、最後に力強いメッセージをよろしくお願いします。はい、そうですね、今節は地元ということで、負けられない戦いになってます。でもちょっと、ここまで失敗も、多々してきたんで、予選の最後はしっかり走って順位にしっかり乗りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、佐藤博光選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、兵庫支部白石武選手にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。3日目終わりまして、はい、4走で2、2、3と来て最後1ですね。はい、9レース、3コースからですけど、はい、力強い幕に出し1幕、ね、突き抜けてきましたけども、はい、ここまで振り返って、仕上がり具合とかいかがですか？そうですね、まあ、前県から波は行ってるんで、はい、あとはもうその気象条件に合わせてプロペラを合わせるだけなんですけど、はい、今日はちょっと足自体落ちてましたね。スタートも今まで2日目までは全速で行けない感じだって、はい、もうホリホリで全速で行けてなかったんですけど、今日はもう全く届かなかったんで振り出して行かないといけないぐらいの足自体は落ちてました。やっぱりこれ今日の気象状況というか湿気の影響とかっていうので、はい、その前に届かないっていうのが効いてると思うんですけど、ね、でも乗り心地は逆に今日が一番良かったですね。電池からすごい乗りやすかったんで、やっぱりその乗り心地でこうレースするにあたっては生命性っていうかね、うん、そうですね、そこがまあ一番大事ですね。最低限そこさえ、はい、来てほしいですね。予想で、32点でね、はい、得点を余してて、ね、順位の方がだいぶね、いい位置にはつけてるかと思いますけども、そうですね、まあ、あと2走残ってるんで、はい、そこはあの気持ち緩めずにしっかり走っていきたいと思ってます。はい、こう秋入ってからですね、1年多摩川はまあちょっとでしたけども、その後桐生の G1、はい、それから一般戦の唐津江戸川とこう成績面を見ているとこうだいぶ充実してきたかなという印象を受けますけど、そうですね、まあ、一時の7月、8月とかのスランプを考えると、はい、まあ、まあ、たまたまついててプロペラがあってくれてたりで、その辺はついてきてくれてるんですけど、ちょっとここ一番大事なところで集中力にちょっと欠けてる部分があるんで、桐生の優勝戦もね、ちょっと、そうですね、そうなね、レースになりました。ピット離れもタイミング失敗したし、はい、プロペラの調整もしっかり合わせれてなかったんで、はいはい、はい、そういう意味じゃ今回はちょっとね、ちょっと頑張りしてっていうところは、そうですね、最後まで本当気持ちの方を緩めずに頑張っていきたいと思います。はい、最後になりますがファンに向けて一言、はい、お願いします。いつも応援の方ありがとうございます。最後まで集中して一生懸命頑張るので応援の方お願いします。はい、白石武選手さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。